ヒポクラテスの定理とは、幾何学の定理である。ヒポクラテスの三日月とも言う。ヒオスのヒポクラテスにちなんで名付けられた。数学的に計算された、正確な面積を持つ最初の曲線図である。青の面積と赤の面積は等しい。直角三角形で、斜辺を直径とする半円が内接していて、他の二辺を直径とする半円は外接している。 斜辺でない方の二辺の半円と直角三角形の和と斜辺の半円の面積の差は元の直角三角形の面積と等しい。つまり図では青と赤の面積が等しい。直角三角形で斜辺を直径とする半円が内接していて他の二辺を直径とする半円は外接している。タリスの定理より直角三角形の拡張点は 斜辺の半円の円周上にある。円の面積は半径の事情に比例するので、ピタゴラスの定理より、斜辺の半円と他の二辺の半円の和の面積は等しい。斜辺の半円と他の二辺の半円で重なる部分がある。この部分を引くと、三日月型と直角三角形が現れる。よって、斜辺でない方の二辺の半円と、 直角三角形の和と斜辺の半円の面積の差は元の直角三角形の面積と等しい。ありがとうございます。